伊予鉄グループが導入するのは、イコカやスイカ、パスモといった合わせて10種類の全国交通系 IC カードです。利用開始は来年3月の予定で、市内電車の全線と松山空港リムジンバスで、カードまたは対応するモバイル端末での支払いが可能になります。また、ICEカードは引き続き利用できます。市内電車などでの支払いについては、これまで県外から訪れる観光客やビジネス客などから、全国系 IC カードの導入を求める声が多くあった一方で、多額のコストがかかることから対応が課題となっていました。伊予鉄グループの清水一郎社長は、システム投資や毎年のランニングコストなど、負担は大きいが、利便性向上のために導入を決めたなどとコメントしています。